勝ち。ということで今回はガチで面白い2023年春アニメ10選。この動画のテーマはアニメの勝ち。僕が面白いと思った作品かつ原作を何度も読み込んだ詳しい作品5つを中心に、作品の何が面白いのか、時に原作の話を絡めてアニメの価値の底上げを追求して話していきます。一部最新話までの内容を含むので、それを理解した上でご覧ください。1作品目、僕の心のヤバいやつ。この作品はヤバいです。まず僕の心のヤバいやつとは一体何なのか、シンプルに答えると好きという気持ち。ではなぜヤバいと名付けているのか、それは本人が好きという気持ちに気づけないから。この山田への執着心は一体何なんだというところから始まり、心理描写に特化して描かれているんです。そしてこの作品は言葉の使い方がうまい。例えば最新10話で市川と山田がデートしてる時にマフラーで目が遮られたことで下が見えんって言ってましたが、そのままの意味だけではなく、普段は下を向いて歩いていたけど山田といると楽しくて不安や警戒心が一切ない。その第10話のサブタイトルが僕はゆっくり歩いた、もうすぐで解散するけど少しでも長く一緒にいたい、だから時間を遅らせる。二重の意味を持つ言葉を作中に散りばめているんです。このワードセンスが特に輝いていたのは6話から7話の流れ。第6話のサブタイ、僕は溶かした。これは山田の心がチョコと共に溶けて市川のことが好きと気づいた瞬間だと思います。その後の第7話のサブタイ、僕らは入れ替わってる。市川と山田のジャージが入れ替わったわけですが、第7話の山田をよく見るとジャージを着たままご飯を食べ、ほっぺに米粒をつけ、市川にジャージを返す時にはジャージに米がついていたんです。それは山田がジャージを脱いだ時にその匂いを嗅いでいたからです。市川は我慢していたのに。そこで視聴者は思います、あれ山田の方が市川好きじゃね、僕らは入れ替わってる。サブタイトルの回収がうまく、アニメの見せ方演出全てが噛み合っていて原作の魅力を最大限に引き出しているんですよね。そしてこの作品にはこの魅力があるからこその大きな弱点があります。3話の前半までに言葉の意味に気づけず気持ち悪いと感じてしまう。でもこの作品には次の言葉があります。騙されたと思って最後まで見てほしい。アニメが終わった後も最新の8巻まで、正直2期からが本番です。この作品は徐々に人の心が動いていきます。それは作中のキャラだけではなく視聴者自身も。沼に沈んでみたい方は絶対に見てほしい作品です。2作品目、マイホームヒーロー。この作品は回を重ねるごとに面白くなってくる。家族を守るために始まった父の犯罪、それを隠蔽する物語、犯罪に加担する妻、犯人を見抜く半グレ、何も知らない娘。この作品の面白みの一つは鳥栖哲夫が一般人というところで、どれだけ頭脳が優れていても心は凡人、犯罪を隠すために新たな犯罪に手を染める。つまり罪悪感は増え続け嘘をつくほど怖くなる。でもやってることは凶悪犯、その自覚がしっかりあるんです。全ては生きるため、愛する娘、家族の平和を守るため、それを邪魔するのが半グレの一人である京一。これが警察相手なら自分が捕まればいいだけなんです。でも半グレ相手だから捕まれば家族を守れない、何をされるかわからない。さらに証拠を隠したとしても半グレに証拠は必要ないんです。それは暴力が正義だから。半グレは殺されたノブトの父を納得させればいいだけ、全てはお金のためです。哲夫にはどの道を進んでも正解がないんです。だから虚構の推理小説を現実で創作してしまうんです。半グレの目的はお金で、犯人は誰でもいいということ、半グレ同士でも亀裂があること、京一が優しすぎること、使えるもの全てを利用して犯罪をなすりつけてしまう。そしてこの作品のメインキャラは全員頭が賢いこともあって、戦う中での駆け引き、頭脳戦が面白いんですよね。その緊迫感が尋常じゃない。この全てが鳥栖哲夫の描いたストーリー。そしてその妻の河川が異様に夫に協力的で、常に冷静で人を騙すのがうまく、一番狂ってます。このキャラ設定にはちゃんと意味が隠されてて、アニメでは第1部が描かれてるんですが第2部に全部つながってくるんです。実は第1部は前座、第2部は母がスポットを浴びるんですが、これがヤバいくらい面白い。正直今期で一番原作をゴリ押し残してます。だからアニメをきっかけに原作を見てほしい作品です。3作品目、神なき世界の神様活動。この作品は癖が強めでギャグ、大人な表現、独特な作画、ノリが合わないと思って離れてしまいがちなんですが、この作品の強みは物語の深さにあります。例えば懸念されがちな大人な表現、これ実は視聴者集めで描かれてるわけではなく物語の真髄です。この世界は普通の世界ではなく、一度文明が滅んだ世界、二度と同じ過ちを犯さぬよう機械によって支配され一切の変化を起こさない。そのために無駄な感情はこの世から消したい。性
欲とはその一つ。だから国の中心では誰も性に関心がありません。しかし異常者が集まる村では一般的に近い性欲を持つ者もいます。それが全部伏線になるわけです。そしてその機械による支配がなくなった時、その機械に従い世界から性欲を消した本人はその自分の行いがきっかけで大事な人を失ってしまったんです。だから元の世界に戻したかった。その反発心によって過激描写、声優のレアな声が生まれたわけです。この性というテーマの扱い方、話の組み立てがうまい。そしてシンプルに設定が面白い。神と宗教がない世界で新たに神と宗教を生み出す。そこに偽物の神が現れて信者の奪い合いをしていく。その偽物の神にはそれぞれ能力がある。それらをどう取り込んでいくか、戦略していく頭脳作品。ちなみに原作とアニメはもはや別物で、漫画に存在しない話があったり、構成の組み立て方も違うんですが、物語の本筋とキャラ設定は守りつつ攻めた遊びをしてて、この作品のテーマの一つである本来の宗教とは真逆の意味を持つ自由を表現してるのかなと思ってます。ちなみにこの作品では自由イコール宗教となっています。なぜなら世界自体が宗教のように縛られていたから。4作品目、天国大魔教。この作品は初見だと話が難しくて理解するのが難しいんですが、見れば見るほど理解するほど面白いです。だからこそ原作を見てほしくて、アニメと原作の違いを楽しんでほしいわけではなく、漫画って自分のペースで見ることができるんで考えながら見れますよね。さらに文字で見ることで頭に内容が入ってくる。その状態でアニメを見ると映像と演技が相まって漫画ではわからなかったキャラの心境とかその場の空気感も自分の想像力を超えて再現されてるんで、普通に見るより数倍面白く感じます。なぜならこの作品の最大の面白みは伏線回収で、伏線回収ドーンって感じの回収ではなく、見てるうちにじわじわ気づいていく。例えば主人公の脳がなぜ男になったのか、怪物の正体は何なのか、すでに答え出てるんですよね。でもその答えをはっきり伝えることもあれば遠回しに伝えてることもあるんで、考えないと気づけない。理解するほど深みにはまっていく。外の世界と中の世界、明らかな違いがあるのに答えが出るまで気づけない。アニメはおそらく原作6巻まで、原作6巻からは一瞬で読み終わります。このアニメの最終回は衝撃的な終わり方をするでしょう。ちなみに独占配信なのにアニメトレンディング1、ポテンシャル高すぎ。5作品目、推しの子。推しの子はマジで別格。今までいろんなアニメの解説をしてきたわけですが、そのために僕がしているのはアニメや原作を何回も見直すことでいろんな発見やつながりを見つけて動画にしているんですが、推しの子は発見の数が半端じゃない。マジで何回見ても新たな発見があって、これ面白いのが全話必ず原作でいう1巻1話とつながりがあるんですよね。だからおそらく1巻の時点でキャラ設定から物語の道筋まで作り込んでいるんだろうなっていうのが実感できるくらい情報量が濃い。この原作の時点で完成されてて知名度も人気もあるのに、アニメがそれを平気で超えてくる。作画が綺麗なだけではなく、何よりも演出と構成がズバ抜けてる。例えば45510という小説がアニメ放送時に投入されたんですが、その話とつながる演出がアニメの中に組み込まれていて、原作だけではわからなかった描写も多くなっています。さらに面白いのはアニメの最新話と漫画の最新話、たまたまなのかわからないですが、これも毎回つながってるんですよね。だから想像以上にこの作品は作り込まれてます。特に6話から7話はあまりにもリアルすぎて茜に感情移入をしたと思うんですが、この状態を作り出してからギャップで虜にしてしまう。吸い寄せられる天性の瞳を映像で再現してしまう。ちなみに茜はメモをしたり情報を集めた上でキャラを分析し演技に活かしているんですが、この方法は僕も参考にして、キャラの感情が読めないときはそのキャラになりきってメモを取りながら作品を読むようにしています。このように何度も読み込むことでその作品の面白さは倍増します。そして推しの子は話が作り込まれているからこそ何度も読みたくなってしまう。それが推しの子の一つの強みなのかなと思いました。ここまで紹介した5作品はかなり読み込んだ上で魅力を伝えさせてもらったわけですが、僕がこの動画で伝えたかったのは、面白くないと思ってる作品でも理解すれば面白くなるかもしれないし、すでに好きな作品でも知れば知るほど自分の中の価値は上がるということです。そして春アニメは他にも読み込んだらもっと面白くなりそうな作品が多くて、僕が現時点で読み込みたい超厳選した他の5作品はスキップとローファー、ドクターストーン、すでに原作を見てる作品だと山田くんとレベル999の恋をする、地獄楽、オリジナルアニメ枠だったら水星の魔女、ここら辺は特に気になってます。名前出してない作品もヤバいやつが多くて、ここまで数多くの作品に興味を持たせる春アニメはヤバいという感じで今回の動画を終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。アロシャ。